はいどうも、皆さんのお悩みをフィジカルで解決するトレーナーシダパンです。みんなあれですよね、どうせ 50m のタイムを1週間のトレーニングで 0.5 秒縮めたいと思ってるんですよね。わかりますよ気持ち。そんなお悩みに私が答えましょう。今1週間私トレーニングしてみるんで 0.5 秒、みんなでも絶対できますから、その成長の軌跡をねまざまざと見せつけてやりたいと思いますよ。まあ見てくださいよ、行きましょう。では実際に走ってきました、50m 走のちょっとタイム、今の時点でのタイムを一緒に見てみましょう。いやー結構思ったより走れなかったなっていうのがまあ感想ですね。体重かったですね。見てもらえば分かると思うんですけど、かなり上半身力んで体を起きてます。これは良くないですね。はい、ゴールです。タイムは7秒06、かなり平凡な記録でした。ちょっと自分でもびっくりするぐらい。では実際に何が悪かったのか、スロー映像をもとに見てみましょう。私が一番走る上で重要だと考えている腸腰筋、ももを上げるための筋肉がもう全然使えてないのっていうのが、見て取れると思います。この辺りとか全然ももが上がってないですよね。で横の、映像になるとかなりわかると思うんですが、背骨ですね、胸のラインの背骨、特に胸椎、背骨が丸まってしまってます。これだと先ほどお話した腸腰筋というものが全然使えない状態です。なので、上半身のリラックスプラスももをしっかり上げるような筋肉を、刺激していけば間違いなくタイム上がりそうだなっていうのが、分析として見て取れます。では実際に、その問題点解決するトレーニングをしてみますので、トレーニング行ってみましょう。ちょっと運動できる広いところにやってきました。でさっき喋った内容を改善すべくですね、むちゃくちゃフィジカルが上がる運動ストレッチをやっていきたいと思います。まず1個目がストレッチですね。胸の柔軟性を高める種目で、2つ目が、ももの上げる筋肉ですね、腸腰筋というんですが、そこの、筋肉を刺激する種目、マウンテンクライマーの種目ですね。そこからのダッシュで、3つ目が膝立ちからのジャンプ、これも同じような内容です。で4つ目がバウンディングといって、空中でリラックスできるかどうかっていうところですね。ここもかなりダッシュする重要なの で、しかも自分が下手なのでそこを改善する種目、4つ、種目をやっていきたいと思うので、皆さん一緒に見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。トレーニング終了。チャレンジいきます。記録出します。はい、とうとうチャレンジの日が
当日がやってきました。まあ、5日間みっちりトレーニングして、当日です。実は今もうチャレンジ終えてきました。でまだ何秒だったかは聞いてないので、今実際に、1週間前の最初に測った 50m 走と今日測ったものの映像を並べてみて比較して何秒だったかを、用意してあるので、ちょっと一緒に見ていただけると多分速くなってると思います。自信あります。見てみましょう。いや結構いい走りできたと思うんですよね。まあ、ちょっと上半身は、まあ、力んでましたが、いやいいと思うけどな。これタイムは6秒65。いや本当に嬉しい。結構不安だった結構不安でしたけど、自分が思った以上には縮まりましたね。6秒65。いや本当に良かった。ちょっと安心、専門家としての意地が見せれました。皆さんもぜひ、私がやったようなトレーニングして、足速くしていく、いただければと思います。いや本当にありがとうございました。いや、よかった。0.5 秒切れてなくね。なんすか0.5 秒。なんすか0.5 秒って。失敗してるよ。0.5 秒ってなんすか ?0.5 秒。今 0.5 秒縮まってましたよ。0.5 秒じゃないんです。何秒すかマイナス 0.41。0.4。続ける。0.4 は、まあ、ほぼほぼね、0.5 じゃない。まあ、あと、言い忘れてたんですけど、まあ、3日寝てないっす。3日寝てないんで、まあ、0.9 プラスですよね。計算大丈夫ですか？分かってます？間違いなく 0.5 秒かな。あともう一個はもうちょっとなんか兄が危篤です。